ビニシウスは、ブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年、リオデジャネイロオリンピックの公式マスコットキャラクター。トムは2016年リオデジャネイロパラリンピックの公式マスコットキャラクターである。ビニシウス、トントンとも表記される。ブラジルの広告代理店、デザイン、アニメーション、イラストレーションの企業と専門家を対象とした、マスコットデザインの公募が行われ、 2013年8月に満場一致でバードスタジオのデザインが選ばれた。マスコットは2014年11月23日に一般公開された。同日からインターネット上で名前の投票が行われ、12月14日にオリンピックのマスコット名がビニシウス、パラリンピックのマスコット名がトムに決定した。名前はボサノバの楽曲。 一パネマの娘を制作したビニシウスジ・モライスとアントニオ・カルロス・ジョビンに由来する。ビニシウスはブラジルの動物賞、トムは植物賞がモチーフになっている。2015年8月からブラジルのカートゥーンネットワークにてテレビアニメが放送された。ビニシウスとトムはオリンピック・パラリンピックの公式マスコットとして初めてレゴの商品になった。 2012年9月からリオ2016大会マスコットの先行検討会議が開催され、同年11月にマスコット募集に関する応募要項が発表された。ブラジルらしいデザインが望まれていたため、応募はブラジルの広告代理店、デザイン、アニメーション、イラストレーションの企業や専門家に限られた。応募に関して次のような指針とともに17項目のチェックリストが 示された。マスコットは、ブラジルの文化を反映する必要があるが、同時に万人に理解されなければならないリオ2016、ロゴのブランドディレクション、オリンピックムーブメントとパラリンピックムーブメントの価値観に適合させるべきである友情、尊敬、フェアプレーのような普遍的な価値観を表現しなければならない特に、子供に訴えかけなければならないが、同様に大人の共感を呼ぶ必要もある。 デザインの選定には、アニメーションフェスティバルアニマムンディのディレクターをコンサルタントとして迎え、ブランドマネジメント、デザインの専門家が集められた。3回のデザインコンペティションが開催され、3社が最終審査に残った。3社の作品について、リオデジャネイロとサンパウロで6歳から12歳までの子供たちを対象としたイメージ調査が行われた。子供たちには、 リオ2016大会マスコット候補であることは伝えられず、それぞれの背景や主体こと、いくつかの性格特性のみが伝えられた。子供たちは、私の友達、性域そう、髪型が格好良い、バカに見えるなどと発言した。子供たちの意見はすぐに作品の改善に反映された。第1候補だった作品は除外され、2社の作品が残った。 2013年8月、アニメーション、イラストレーション、広告、市場調査部門の専門家に加えて、国際オリンピック委員会、ブラジルオリンピック委員会、ブラジルパラリンピック委員会、リオ2016組織委員会の代表者で構成された審査会が開催された。全会一致で、バード・プロデッソスの作品が選ばれ、知的財産権の調査を経て、最終的な承認を得た。 バードスタジオは2005年に日系ブラジル人三世のルシアナエグチとパウロムペによって設立されたサンパウロのアニメーションスタジオ。自分たちの作品が採用されたことについて、ルシアナは金メダルを取ったみたいと喜びを語った。2014年11月22日、リオ2016大会マスコットの発表に先駆けて、 リオデジャネイロのエスタジオド・マラカナンでイベントが開催され、1980年、モスクワオリンピックのミーシャ、2004年アテネオリンピックのアテナ、2008年ペイキンパラリンピックの副牛、ラクラク、2012年ドンドンオリンピックのウェンロックとマンデビルが出演した。マスコットは2014年11月23日に一般公開され、11月24日には、 フアン・アントニオ様ランチ元 IOC 会長の名を監視、才能ある若手選手のために設立されたリオデジャネイロの学校ジオ・フアン・アントニオ様ランチにてコスチュームバージョンが初公開された。同じ週から公式サイトでマスコットの人形が発売された。マスコット関連商品の開発は2013年8月の 承認後から進められており、一般公開まで2体のマスコットを秘密にする必要があった。リオ2016組織委員会、ブランドディレクターのベッスルーラによると、関係者は認証が必要な部屋で働き、すべてのファイルは暗号化されていた。マスコット公開時には、情報が漏えいしなかったことが信じられないと語った。 リオ2016大会マスコットの名前は、マスコットが一般公開された2014年11月23日から12月14日まで、インターネット上で行われた一般投票で決定された。名前の候補は、オバエヴァ、ティバトックエスキー・ンディム、ビニシウストムの3組で、リオデジャネイロオリンピックとパラリンピックのマスコットの名前が1組になっていた。 おバとエバは、共に、ブラジル・ポルトガル語で喜び、祝祭、友達などを表す感動詞である。セルジオ・メンデスブラジル66のカバー曲、マッシュ系、ナダのコーラスでも知られている。チバ・トゥキとエス・キンジンのチバは、ブラジル先住民のトゥ・ピグ・アラニー五族の言葉で、多くの大意味し、トゥキは、サンバのリズムを表す、バトゥーキに由来する。 エスキン人はカポエーラの動作の一つである、ジンガを思い出させ、男性の欲求を表す言葉である。ビニシウスとトムは、ブラジル音楽のボサノバを生み出したグループのメンバーで、イパネマの娘を制作したビニシウスジ・モライスと、アントニオ・カルロス・ジョビンに由来する。二人とも、リオデジャネイロ出身である。2014年12月14日、2016年、 リオデジャネイロオリンピックのマスコットの名前が、ビニシウス、パラリンピックのマスコットの名前が、トムに決定したことが発表された。3週間にわたって行われた一般投票では、計32万3327票が投じられ、ビニシウスとトムが有効投票数の44%を獲得した。リオ2016組織委員会のカルロス・ヌズマン会長は、 投票結果を受けて、リオ2016競技大会の特色を反映した名前が選ばれた。ビニシウスとトムの名前は優秀さとよく似た意味を持つ言葉として世界中で認識されており、我々がリオ2016競技大会で達成したいことと一致している。マスコットはブラジルの動物賞と植物賞を表現するだけでなく、我々の最も優れた音楽にもつながる。 と語った。リオ2016大会マスコットの起源は、フィクションと現実の融合であり、リオデジャネイロが2016年夏季オリンピックの開催国に選ばれた時、ブラジル人の喜びの感情が爆発し、そのエネルギーからマスコットが生まれたという物語がある。ビニシュースとトムは2009年10月2日に誕生したが、人間のように年齢を数えることはできない。 リオ2016組織委員会、ブランドディレクターのベスルーラは、マスコットは、我々の文化と人種の多様性、喜びとあり方を表現すると語った。2体のマスコットをデザインしたルシアナエグチも、いろいろな人種が住むブラジル文化の多様性を表現、したと語っている。ブラジルの動物賞と植物賞から発想を得た2体の、マスコットは、アニメーションとコンピューターゲームのキャラクターの要素に、 加えて、様々なポップカルチャーの影響を受けている。ベスルーラはマスコットについて、もっと、リオ2016競技大会に関わってほしいと思っている若い観客と自然に接することになると語った。ビニシウスの名前の由来となったビニシウスジ・モライス。ビニシウスは、2016年リオデジャネイロオリンピックの公式マスコットキャラクターである。名前は、ボサノバの名曲。 イッパネマの娘を作詞したビニシウスジモライスに由来する。ブラジルに生息する動物を表現したキャラクターで、猫の貧瘍性、猿の体を揺らす動き、鳥の優雅さを兼ね備えている。ブラジルの動物ができる、最も優れたことすべてをすることができる。いくらでも腕と足を伸ばすことができ、非常に鋭い嗅覚と脅威の聴力を持っている。また、 あらゆる動物の鳴き声を真似ることができ、とてもおしゃべりである。地樹の森にあるツリーハウスに住んでいる。猫、猿、ジャガーなど、いくつもの動物を混ぜたデザインは、世界中からやってきた移民が入り混じって暮らすブラジルのミックス文化を表現している。バネがありそうなデザインについて、ルシアナエグチは、超人的な動きを見せてくれるアスリートたちに敬意を表したと語った。 ビニシウスの使命は、世界中からやってくる、人々の間で栄える友情を祝福し、世界中に喜びを広げることである。トムは、2016年リオデジャネーロパラリンピックの、公式マスコットキャラクターである。名前は、イッパネマの娘を作曲したアントニオ・カルロス・ジョビンに、由来する。ブラジルの森林に見られる植物の融合体で、光合成でエネルギーを得ており、 葉の頭から何でも取り出すことができる。自然の神秘すべてを知っている。常に成長し、障害を克服しており、解決できない困難はないと信じている。トムのデザインは豊かに葉が茂る植物がモチーフになっており、ルシアナエグチは大地にしっかり根を張る、木々の強さが様々な困難を克服して輝くパラリンピアンのイメージにぴったりだと考えたと語った。 トムの使命は、常にもっと先に達しようとする決意と創造性を使って楽しんでいるすべての人々を鼓舞することである。2016年8月5日に行われた2016年、リオデジャネイロオリンピックの開会式にて、リオ2016大会マスコット、ビニシウスと、トムの名前の由来となったビニシウスジ・モライスと、アントニオ・カルロス・ジョビンが制作したボサノバの楽曲。 一パネマの娘が演奏された。トム・ジョビンの孫であるダニエル・ジョビンが演奏。ブラジル出身のスーパーモデルであるジゼル・ブンチェンがランウェイを歩いた。同年9月7日に行われたリオデジャネイロパラリンピック開会式では、式典に先駆けてオリンピック開会式のジゼル・ブンチェンを真似て、金色のドレスをまとったビニシウスがランウェイを歩く演出が行われた。 男子グレコローマン 85kg 級の試合で、ビニシウスの人形を拾い上げる審判。レスリング競技ではコーチは審判の判定に意義がある。時、柔らかいものをマット状に投げ入れることでチャレンジを要求できる。国際的な規則では、柔らかいものについて、具体的に指定されていないが、通常は、レンガ状の発泡スチロールが使用される。オリンピックではないが、過去には、 ドラえもんやアングリーバーズの人形が使用されたこともある。2016年リオデジャネイロオリンピックではビニシウスの人形が使用され赤コーナーのコーチには赤いシャツを着た人形、青コーナーのコーチには青いシャツを着た人形が渡された。アメリカ合衆国の NBC はこの人形をチャレンジマスコットと呼んだ。記者のダスティン・ネルソンは サリリストの記事で人形がチャレンジから少しだけ怒りを取り除くと書いた。トムの人形を持つ柔道女子 57kg 級のメダリスト。左から銀メダルのルシア・テイシェラ、金メダルのインナ・チェルニャーク、銅メダルの広瀬ン子とソハナ。パラリンピックのメダリストには頭の葉の色が獲得したメダルの色と同じになっている特別性のトムの人形が与えられた。 2015年6月21日、リオ2016組織委員会とカートゥーンネットワークがパートナーシップを締結し、ビニシウスとトムが出演するアニメーションシリーズ、ビニシウス・イートム、ディバーティド・スポル・ナツ・レーザーがブラジル国内で8月5日から放送されることが発表された。カートゥーンネットワークは組織委員会が開催した公開審査で共同制作者に選ばれた。 運営するターナーはシリーズに75万米イドルを投資した。アニメーション制作はビニシウスとトムをデザインしたバードスタジオが担当した。放送開始日の8月5日はリオデジャネイロオリンピック会開会式のちょうど1年前だった。シリーズはカートゥーンネットワークブラジルのウェブサイトと組織委員会の YouTube チャンネルでも配信された。 ブラジルの森林と都市の真ん中で生活し、オリンピックとパラリンピックの価値を広げるという使命のために頑張っているビニシウスとトムの物語が描かれたアクションコメディである。各話2分のショートアニメで全32話が放送された。シリーズにはカリオカシスターズと呼ばれる新キャラクターが登場した。カリオカはリオデジャネイロ出身者を指す言葉として知られており、ベラ。 ソル、ビーダの三姉妹は、カリオカの美しさ、エネルギー、喜びから発想を得たキャラクターである。組織委員会のライセンスとリテールのディレクターである、シルマラ・ムルティには、アニメーションは、子供の日常生活の一部であり、このシリーズが、子供だけでなく大人も魅了すると信じている。マスコットが我々の記憶に永遠に残るための、重要な要素の一つになるだろう。と語った。 ブランドディレクターのベスルーラは、マスコットは競技大会に大衆を引きつけるための重要な方法の一つであるとし、アニメーションはマスコットに人生を与え、競技大会と大衆との間の感情的なつながりをより強くするだろうと語った。オリンピック・パラリンピック競技大会のマスコットがアニメーションシリーズになるのは歴史上で3回目、アメリカ州では初めてだった。 リオ2016組織委員会は多くにマスコットのロゴが使用される公式ライセンス商品の売上高目標は4億米ドル。マスコットの売上高が公式ライセンス商品全体の売上高の25%を占めると予想した。主に子供を対象とした約1万2千の商品が販売され、売上高の約90%はブラジル国内市場によるものと予想された。 組織委員会は売上高の約15から20%を受け取る。縫いぐるみ、レゴなど様々なマスコット関連商品が販売された。レゴ社がオリンピック、パラリンピックの公式マスコットを商品化するのは歴史上初となる。メガストアの従業員によると最も人気のあるものはマスコットであり、特にビニシウスが人気だった。 リオデジャネイロオリンピック期間中に最も売れた商品は緑色の尻尾がついているビニシウスの頭の帽子。2番目に売れたハワイアナス製のビーチサンダルもビニシウスが描かれたモデルが人気だった。組織委員会広報担当のマリオ・アンドラダによるとオリンピック期間中にオリンピック公園内とコパカバーナビーチにオープンした2つのメガストアには毎日両店舗で 平均8万5000人が訪れ、売上高は当初予想を11%上回った。CCTV、アメリカによると、リオデジャネイロオリンピックは中国とブラジルの貿易協力に大きく貢献した。中国はインフラ設備からボランティアのための衣服、公式ライセンス商品の製造などを担った。公式ライセンス商品のほとんどが中国製で、ビニシウスとトムの商品も、 中国で製造された。2008年北京オリンピック、2012年ドンドンオリンピックでも中国企業が製造になってきた。一方で、オリンピックシンボルやマスコットを無断使用した様々な海賊版が問題となった。2015年8月にリオデジャネイロのオリンピック公園を訪問したビニシウス。ビニシウスとトムについて、マイクは愛らしく、可愛く。 シンプルに見えると書いた。B q は数十年にわたってオリンピックのマスコットを特徴を付けてきた色鮮やかで愛情のこもった楽しい雰囲気を再びもたらし2012年どんどんオリンピックのマスコットについでオリジナルのものに戻ったと書いた。マシャブルはソチのマスコットの恐怖と比較して悪夢よりもノスタルジアを誘うと書いた。2014年ソチオリンピックのマスコットは 北極熊、ヒョウ、ノウサギだったが、熊は悪夢の熊と呼ばれて、怖がられた。ペースとは奇妙なものにせずに抽象的なものにしたことは、賞賛に値すると書いた。マッシュー・デッサムは、スレートのカルチャーブログの記事で、目立った問題はなく、昔の最高のオリンピックのマスコットのように、ぬいぐるみとライセンス契約によく適しており、そして、一年以内に完全に忘れ去られるだろうと書いた。 USA Today は、ビニシウスについて、たくさんの動物、ビデオゲームのキャラクター、アニメーションをすりつぶし、いくつかの合成の重点物で満たしたものと書いた。インターナショナルビジネスタイムズは、オリンピック競技大会のマスコットはほとんどいつも奇妙に見えるが、リオのマスコットも例外ではないとし、ビニシウスについて、黄色の猫、猿、ピカチュウのように見える生物だと書いた。 複数のメディアがポケットモンスターに似ていると指摘した。テラはビニシウスにはトロピカルポケモン、トムには葉の頭の特徴からブラジル人、サッカー選手のダビドルイスという愛称が付けられたと書いた。一方でペーストやトーンゾネはアドベンチャータイムのキャラクターに似ていると書いた。USA Today はビニシウスについて 中世の拷問器具で手足を引き伸ばされたミニオンと書いた。ザカンバセーションはリオのマスコットはポケモンに似ていると指摘した上で、ポケモンは子供たちに人気があったが、野生生物を捕獲し、収集し、訓練するゲームであるため、ブラジルで野生動物の違法取引が大きな問題になっていることを考えると、ポケモンのようなマスコットは特に不適切だと書いた。また、 マスコットの名前の候補に女性の名前がなかったことを批判した。ありがとうございます。